ソゾポル、ソゾポル、ブルガリア語、サソプルは、ブルガリア南東部、黒海岸に位置する古代都市、または、同盟の現代の街、及び、それを中心とした基礎自治体、ブルガスの南方をおよそ3 0トルの場所に、位置している。現代のソゾポルは主に、アポロニア、アポロニア美術、映画フェスティバル、9月に開催されるなどで知られる、沿岸リゾートの地あり、 かつての古代都市ソゾポルにちなんで命名された。ソゾポルは魂の救いの意。ソゾポルは夏季のリゾートシーズンには特に忙しくなり、主に5月から9月にかけて多くの観光客が世界各国から訪れ、その快適な気候と砂浜、そしてその歴史、文化、それにトルコ料理やギリシャ料理の影響を受けたブルガリア料理と観光客たちを取り巻く。 リゾート環境を満喫している。ソゾポルはその知名度を上げるにつれ、ブルガリアのサントロペと呼ばれるようになり、レーフ・ファインズ、ブラッド・ピット、アンジェリーナ・ジョリー、ゴールド・フラップなどの有名人たちが訪れた。ソゾポルの人口は2005年時点で4641人であった。町はの地点にある。2005年現在の市長は、パナヨト、レイジ、パネット・レッチであった。 市長として有名であった人物として、1970年代に大規模に町の建築物の現代化を進めたニコラカロヤノフ、ニコラコロイノーブが挙げられる。ソゾポルは、ブルガリア領トラキアの黒海岸の町としては、最古の部類に属する。この地に築かれた最古の集落は、青銅器時代のものである。この地域の港の海底発掘調査によって、かつての住居跡や、 陶器の製作所、石や骨から作られた道具類が発見されている。紀元前2000年期から紀元前1000年期にかけての怒りが町の湾内から多く見つかっており、古代より船を使用していたことを示唆している。町ははじめアンテア、アンシアと呼ばれ、ミレトス人の長であった入植者のアナクシマンドロス、出生年、紀元前610年頃によって黒海岸に住む。 トラキア人の植民地となった。まもなく町の名前は町に建造されたアポロンの神殿にちなんでアポロニア、アポロニアと解消された。町はカラミスによって作られた巨大なアポロンの像を持っていることで知られ、その高さは三十九ビットであった。あとに、像はルキウスリキニウスルクルスによってローマへと運ばれカンピドリオの丘に置かれた。アポロニアの町はいくつかの時代において、 アポロニア・ポンティカ、アポロニア・ポンテカ、黒海の古名ポンテス・ユクジーヌにちなむ名称で、黒海のアポロニアの意、あるいはアポロニア・マグナ、アポロニア・マグナ、ダイ・アポロニアと呼ばれた。紀元前4世紀には、硬貨の鋳造が行われ、アポロニアの名前とアポロンの絵柄が刻印された。ローマ帝国時代の帝国硬貨は、紀元後1世紀前半まで鋳造された。また5世紀の地図、 ファブラ・ペウチン・ゲリアナにも、アポロニアの名前が記されている。しかしながら、ペリプラ・スポンティ・ユニーおよび、ノータティ・ピスカッポ・トゥームには、新しい名称である、ソポリスの名のみが記されている。1328コンタク前では、ソゾポリスの町は大きく、人口も多いと言及している。この中では、小さな島は、細い地境によって大陸部とつながっている。町はギリシャ語では、 ソゾポリス、サザパリスと呼ばれ、保存された町という意味である。また、トルコ語では、スユゼボル、ブルガリア語では、ソゾポル、サソプルと呼ばれるようになった。現代では、ブルガリアの町となっているが、古代においては主に、ギリシャ人が住み、漁業や農業によって生活をしていた。町はやがて交易の拠点と軍港としての性格を形成していった。 ソゾポルは古代ギリシャのミレトス、アテネ、コリント、ヘラクレア・ポンティカ、ロドス島、キオス島、レスボス島などとの交易や政治的な強いつながりを維持していた。この交易がトラキア地方に与えた影響は、紀元前5世紀以降のオドリュサイ王国によるトラキア地方支配に伴う協定に基づいていた。町の象徴であるの図柄は、紀元前世紀以降に、 アポロニアで鋳造されたすべての硬貨に刻印されている。このことは、この地方の海上貿易の重要性を示唆している。町は栄え、文化の中心となっていった。この時代、町は、アポロニアマグナと呼ばれていた。7世紀以降、町は、ビザンティン帝国、ブルガリア帝国、オスマン帝国に支配され、19世紀には新しく、独立を獲得した。 ブルガリアの一部となった。この時には、町にいたほぼすべてのギリシャ人の住民は町を去り、ギリシャ領の東、トラキアなどから流入した、ブルガリア人難民に置き換えられた。ソゾポルは早くからキリスト教家された町である。遅くとも、西暦四百三十一年には、主教が町に住んでいたことが記録されている。ミヒエルルキエン、オリエンズ・クリースティアニュース、アイ、 1181によると少なくとも8人の主教が知られており、順にアタナシウス、アサネシャス431年、ペーテル、ピーター680年、エウトミウス、ユチミアス787年、イグナティウス、イグネシャス869年、東西教会の分裂因後は、テオドシウス、テオドシアス1357年、ヨアンニシウス、ジョアンナシャス1524年、 コンスタンディヌーポリ総主教長の総主教となった人、フィロテウス、フィラシアス1564年、ヨアサップ、ジョセフ1721年となっている。町は、アドリアノープル、エディルネ大主教区の会に属していたが、十四世紀以降は、独立し、独自の不主教区が置かれた。オスマン帝国の支配下に置かれてから一時的に、この不主教区は姿を消しのの、後に復活した。 1808年アガトポリス、アフトポル、現在は、それば自治体に含まれるの教区と統合し、名目上その中心は、アガトポリスに置かれた。アガトポリスは、オスマン帝国時代には、アフテボルと呼ばれ、アドリアノープル州、エディアネ・バイレイエットの一部であった。カトリック教会は町にサザパリス・イン・ハエミモントのタイトルで、名目上の教区、英語、を設定している。 しかしながら、その名目上の主教が2000年に主をして以降、その地位は空位となっている。キリスト教時代には芸術が発達した。イコノスタシスに収められた古代の遺コや美しい木の彫刻は、それを作った当時の高い技能を示している。歴史地区に立ち並ぶブルガリアの民族復興期の様式の家々の街並みは、街をとても特徴的な 訪れるべき場所としている。町の最も古い名称は、アンテア・アンシアであったとされている。紀元前6世紀から、紀元後3世紀前半にかけて、町で発行された硬貨には、アポロニア、アポロニアの名称が刻まれている。この間、アポロニア・ポンテカ、アポロニア・ポンテカ、黒海のアポロニア、アポロニア・マグナ、アポロニア・マグナ、 ダイアポロニアといった変名が記録されている。紀元後1世紀からソゾポリス、サザパリスの名称が登場するようになる。街がオスマン帝国の支配下となってからは、シゼボリ、シゼボル、あるいはシゼボロをサイザベリー、サイジーボール、サイジーボールといった名称で呼ばれた。ブルガリア領となってからは、地名はスラブ語化され、ソゾポルとなった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。